受信機の一例受信機は通信機のうち信号を受け取り復調して情報を復元する装置のことである。また信号の送り出し側は送信機である。ラジオ受信機、レシーバー、チューナー、RX とも呼ばれる。Bluetooth 受信機や一般製品として販売されている受信機などは送信も行っている場合もあるが一般的には受信機と呼ばれる。普通。 レシーバーの訳が受信機だが、レシーバーというとスピーカーなど音声再生装置まで含んで、日本語ではラジオに相当することも多い。受信機につなぐヘッドホンを指して、レシーバーということさえある。一方受信機といった場合スピーカーなどを含まないチューナーのような意味であることがあり、またラジオより本格的な装置、一般のラジオ放送以外の電波を受ける装置を指していることが多い。 ラジオ受信機も参照。受信機の基本的な構成は以下からなる。まず、アンテナで電波を受け、同調回路により、目的の電波信号を取り出す。ここまでを、ラジオフリークエンシー弾、略して RF 弾とも言う。RF の信号から副調により、音声信号を得る。ここから先を、RF 弾に対して、オーディオフリークエンシー弾、略して AF 弾とも言う。 AF の信号をスピーカーなどに出力し音声を得る。鉱石ラジオはこの基本構成のみによる受信機である。実用的な受信機では適宜増幅などを挟む。図はアナログ時代のオーソドックスな受信機の構成である。高周波一段、スーパーヘテロダイン方式で中間周波二段増幅のもので無線十字射試験の問題等でも見かけられる。主として真空管時代には 高一中にとも称ゼられた。高一中に受信機スーパーヘテロダイン以外の回路方式には次のものがある。無線分野で現在の主流はダブルスーパーヘテロダイン方式とダイレクトコンバージョン方式である。AM、FM 受信機はスーパーヘテロダイン方式が今でも主流である。1955年頃の MT カトランス付け5級、スーパーラジオ蒸気5級スーパーラジオに使われる。 真空管左から 6B6、6BA6、6AV6、6AR5、5MK9 数は真空管時代の5級スーパーラジオの構成である。1930年代、無線の利用が超波、中波、短波と広がると、それらの全体域をカバーするよう複数の RF 部を持ったラジオが現れ、オールウェーブなどと呼ばれていた。戦時中は外国からの情報や、 場合によっては、軍事通信を傍受できてしまう可能性すら、あるそういったラジオは規制された。技術の進歩により、極部発信機として、アナログの発信回路ではなく、PLL シンセサイザーを用い、中間周波数をうまく設定するなどして、超波から極超短波までを、連続的に受信することが可能となった。これを、ゼネラルカバレッジ受信機、または、ワイドバンドレシーバという、 初期は業務用の高額な受信機や多バンド対応のアマチュア無線機の受信機能としてであったが近年は民生用の小型のハンディ受信機もある。ケンウッドの RZ-1、ヤエス無線の FRG-965、スタンダードの X700 はシャープ製の海外向け CATV 用チューナを転用している。ノブカズ通信機の SR001 は 極部発信周波数を約1から 2GHz にして、ファーストイフをパーソナル無線の周波数付近に取り、パーソナル無線機の受信回路を転用している。この受信機は回路構成上は超波から受信可能であったが、性能を保証できないため、マスクしたとされる。また、AOR の AR8200MK3 や AR8600 デスクトップなどが販売されている。 2000年代には受信した信号を直接もしくは周波数変換後にアナログデジタル変換回路へ入力し演算処理を行って出力を得る DSP 方式も実用化されているこのような受信機をソフトウェア受信機またはソフトウェアラジオ略称 SDR というアンテナで捉えた受信信号をパソコンのサウンドカードの扱える周波数まで ダウンコンバートした後、パソコンのサウンドカードに入力し、ソフトウェアによって選曲、副調処理を行う方式の実験が行われている。ありがとうございます。